e f ビドック J.N. フランスアビドックは、フランスの犯罪者で、パリ警察の未定となり、国家警察パリ地区犯罪捜査局を創設し、初代局長となる。後に、世界初の探偵になる。アラスで生まれる。15歳頃までは何、不自由なく成長し、16歳で、不評連隊に入隊したが、軍隊生活に嫌気がさして5年後に除隊する。その際、 除体証明書を受けなかったため、脱走兵として逮捕され入国する。入国中に頑像紙兵犯の一味の濡れ犬を着せられ、ブレストの時計上で重労働刑に処せられた。それから10年は脱獄と逮捕を繰り返した数の重罪犯人と知り合い、暗黒社会の裏表の情報、犯罪の手口を詳細に知り、脱獄と変装のプロとなる。出獄すると、 パリ警察の手先として、時計上で得た情報を売る密定となる。この世界で数々の手柄を立て、ついには国家警察パリ地区犯罪捜査局を創設し、初代局長となる。このフランソワの捜査局は、パリ警視庁の前身にあたる。密告とスパイを上等手段とし、犯罪すれすれの摘発方法を用いて成功した。また、その一方で、 入手した犯罪者と犯罪手口を分類して膨大なカードを作り各地の警察に配備するという科学的捜査方法を確立した。後に捜査局を辞して個人事務所を開設し世界初の探偵となったがその利用者は3000人と記録されている。著書にビドック回想録メモワーズでビドックがありその数奇な反省と異常な犯罪記録が 探偵小説を創始したエドガー・アラン・ポー、エミール・ガボリオや、アーサー・コナンドイルに与えた影響は大きい。また、オノレ・ド・バルザックの、ゴリオ屋さんなどに登場する、ボートランは、明らかに彼をモデルにしており、ビクトル・ユーゴーの、レ・ミゼラブルのジャン・バルジャンと、ジャベールも彼から着想されたと言われる。ビドック回想録、フランソワ・ウジェーヌ・ビドック著、三宅一郎役、作品者、 1988年、ISBN4 億8789万3140、X ハットハント、P91 オリバー、P149。ありがとうございます。